こんにちは、花田美術の花田純です。今回は洋画家林武史についてご紹介したいと思います。武史が画家として動き出した初期の頃は薄いタッチの絵が中心ですが、戦後は絵の具を力強く多用しているのが特徴です。そのようになった背景や武史の生涯について探ってみましょう。武史は1896年に東京で生まれます。同じ小学校に統合政治がおり、共に才能を見出されます。早稲田実業、日本美術学校などに入学しては中退を繰り返していく中で、牛乳配達やペンキ絵などを描きながらお金を稼いで画家を目指しました。セザンヌやピカソの影響を受けてフランスへ渡り、皆さんが知るような絵の具を力強く使った画風になっていきました。晩年に多く描かれたバラや富士山にはそれが顕著に表れています。また近年の市場ではそれらが人気です。バラに関しては絵の具が数センチも浮き上がっているのではないかと思うほど力強いタッチですね。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。